ドイツ防衛大手、ウクライナで戦車製造を検討、2ヶ月以内に決定。戦車はドイツの有名な戦車パンター。パンター？ドイツのパンターって、第二次世界大戦時の5号戦車パンターのことですか？さすがにそこまで旧式化すると、ソ連軍の T-34 とかじゃないと相手にできないんじゃないかしら。いや、まさかもしかしてそのレベルまでロシアの戦車は旧式化しているってこと？いやいや、今回のパンターの話は、その旧式のパンターのことじゃないんだ。このチャンネルでもすでに紹介した、ドイツが発表した 130mm 砲搭載の新型戦車パンターだぜ。ガチモンの最新戦車をウクライナで製造すんの？ドイツさん、完全に極まってますねこれ。いや、でもちょっと待ってくださいよ。新型パンターって確か発表が去年でしたよね。いくらなんでも早すぎるというか、無理じゃない、これ。一体どうやって生産ライン作るのよ。まさにその通りで、さすがに KF-51 パンターとなると、あまりにも最新型すぎて生産がきついはずだ。しかし、この話はすでに製造会社の CEO が発言した事実に基づく話でもある。では、一体ドイツとウクライナの間でどういう話が進んでいるんだろうか。ということで今回は、ドイツ最強戦車参戦。ウクライナで年間400両生産予定、戦車大改革がヤバすぎると題し、今回のドイツの提案の詳細や、なぜそんな無謀とも言える提案が行われているのかについて見てみよう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等があれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まず、KF-51 パンターについて解説していこう。ドイツに本社がある兵器メーカーのラインメタル社が2022年6月13日に、パリで開催された防衛安全保障見本市ユーロサトリ2022において、130mm 滑降砲を搭載した新型戦車 KF-51 パンターを発表した。新型戦車とはいえ車体やエンジンなど、基本的にはレオパルト2号の構造を踏襲した設計となっているんだが、そこに最新技術が盛り込まれ、全く新しいコンセプトに基づいて開発された主力戦車となっている。そのパンターの特徴は、優れた撃破力、高い生産性、完全デジタル化、高度な自動化などだ。まあ、さすがに構造から全く新しい戦車がそう簡単に開発されないわよね。代わりに最新技術の詰め合わせで改良されているようだけど、何か目玉はあるの？パンター最大のポイントは、やはり 130mm 滑降砲だろうな。現代の主力戦車の多くは 120mm 前後の飛砲であり、装甲の防御力もそれに合わせている。だが KF-51 パンターは、そのような従来の飛砲よりも一回り大きく強いものを備えていることになる。シンプルだけど、それを実現する技術があるならば、十分脅威と言える進化ね。実際、もしこの 130mm 滑降砲が戦場を席巻することになれば、世界中でまた新たな戦車開発が行われるだろう。パンターに対抗できるだけの防御力を備え、パンターに対抗できる十分な攻撃力も備えなければならないからな。すなわちパンターの登場によって、また戦車は巨大化する方向にシフトする可能性があるということだぜ。ふむ、もちろん目的や運用法によって戦車が多様化するのは当然だけど、新型パンターには世界の戦車事情を変える可能性すらある兵器になってたんか。手法がちょっと変わるってだけでも結構な影響があるのね。まあドイツさんだし、このように時代を変えるほどの可能性を秘めた最新戦車パンターだが、その開発に関して興味深い報道があった。パンターをウクライナで開発するという情報がそれだ。開発元であるドイツのラインメタル社のアルミン・パッパーガー CEO が3月4日。ウクライナ国内に同戦車の工場を建設するための協議を進めていると明かしたんだ。パッパーガー氏によれば約2億ユーロを投じ、年間最大400両のパンターを製造する計画とのことだ。そしてその工場の建設予定地は、防空システムでロシアの攻撃から守られている場所になるという話だ。この工場建設計画についてはウクライナ政府と交渉中で、2ヶ月以内に決定される見通しとのことだぜ。でも普通、最新鋭戦車の開発工場をいきなり他国に建設するなんてこと、そうそうないですよね。しかも、まだ戦車の構想が発表されたばかりで、具体的な開発計画がどれほど仕上がっているのかも不明ですし、パッパーガー CEO は、供与が承認されれば、パンターを15ヶ月から18ヶ月で生産開始できると主張しているが、それにしてもかなり思い切った決断であることは間違いないな。では、そのように多少強引とすら言えるほどの計画を用意してまで、ウクライナで開発したがるのはなぜか。
パッパーガー CEO がウクライナで開発を進めたい理由は明白で、それは当然ウクライナで使ってもらうためだ。その点はそりゃそうですよね。パッパーガー CEO はこのロシア・ウクライナ戦争について、おそらく何年も続くだろうと予測を立てているんだ。実際、少なくとも1年は超えるとの見方が、現在では一般的なものとなっているしな。この見込みの根拠となっているのはもちろん、ロシアがウクライナを押し切るだけの戦力がもはやないこと。そしてウクライナも西側の兵器の供与が進まなければ、ロシア軍を押し返すことが難しいことだ。各戦線で少なからず動きはあるけど、全体的には戦線の動きは低迷しているものね。その通りで、一つの激戦地で勝利を収めたとしても、その勢いのままに戦争全体の勝敗が決まるのは難しい。戦争では、防御よりも戦線を拡大することの方がはるかに大変だからな。そのため、例えばウクライナが実際に現在のバフムート戦線の苦戦を打開できたとしても、その後ドンバス地方やクリミア半島を完全に奪還するためには、まだまだ時間がかかるだろうという見立てになる。だからこそ、戦況を大きく変えるきっかけが求められるわけだ。そしてウクライナ側が完全に領地を奪還するという形で勝利を目指すには、パッパーガー CEO は600両から800両の戦車が必要になると強調している。この見立ての信憑性が高いとすれば、ウクライナでの戦車生産ラインの構築は重要なものとなるだろう。今進んでいる欧州各国から供与予定のレオパルト2やチャレンジャー2、M1 エイブラムスの数ではまだ足りないからだ。結局、万全の勝利のためには、まだまだウクライナは戦車を調達する必要があるということだ。だからこそ CEO は先手を打って、ラインメタル社がウクライナでの戦車生産への協力を申し出たのだろう。戦闘の勝利だけでなくロシア軍を追い出し領土を奪還するためには、十分な戦車が必要って話だものね。そう考えるとラインメタル社は大胆ながらも有効な助力をしてくれたってことになるかしら。それにしても、まだ実現性が不透明なパンターをわざわざ持ち出すことには、少し違和感が残るけど、だって最新すぎるもんねパンターって。一世代前のドイツ戦車でどう考えても十分な気がすると言いますか。そうだな。なぜすでに開発が完了している、レオパルト2防 A7 などの最新戦車ではなく、まだ承認もされていないような最新すぎる戦車の開発計画が進められているのだろうか。これはおそらく、ラインメタル社の思惑について考えてみると分かってくるはずだ。そこで次は、ラインメタル社を取り巻く状況の変化や、その思惑について見てみよう。ラインメタル社の思惑を知る上では、現在の戦車市場の状況が重要になってくる。まずレオパルト2防のウクライナへの供与が決定したことで、ラインメタル社の戦車砲弾の需要は急増している。当然その準備も万端で、パッパーガー CEO は、我々は年間24万発の 120mm 戦車弾薬を生産することができ、これは全世界が必要とする数よりも多いと述べている。まあ語弊なく、実際に起こっている現象として考えてしまうと、ラインメタル社にとっては、ロシア・ウクライナ戦争は勝機の一つと考えておかしくないわよね。少なくともこの戦時需要によって、ラインメタル社のニーズが高まったことは確かだ。だが、実は戦車砲弾ではなく戦車本体について考えると、そこまで楽観視できる状況ではないんだ。ラインメタル社はもちろん大手で歴史も十分だが、世界の戦車市場には強大な競合相手が今もいるからな。代表的なのは、韓国の K2 戦車だ。ポーランドで K2 戦車が大量発注されたことは、このチャンネルで何度も取り上げているな。事実ポーランドのように、ドイツ戦車ではなく韓国戦車を採用するという動きは欧州で次第に大きくなりつつある。これは歴史から見ても、兵器、戦車市場におけるかなり大きな変化だったと言える。もともと、欧州の戦車といえばドイツ戦車だと言われるほどだったからな。ドイツ製の戦車はその歴史的背景からも信頼性が高く、レオパルトといえば欧州を代表する戦車だった。だが、そんな覇権国ドイツが政治的問題によって足踏みをする一方で、韓国がその納品スピードや各国の事情に合わせた開発計画を武器にすることで、市場での優位性が逆転し、欧州戦車の流れは韓国に傾きつつあるのが現状だ。ドイツが兵器供与に関して腰が重い中、悩める各国の顧客を韓国がうまくかっさらっていった感じかしら。戦車の性能が決して抜きん出ているわけではないけど、韓国は技術移転や現地生産にも積極的だとか、さすがに多くの国が一気に韓国頼りになることはないと思うけど、ドイツの影響力が落ちたのは確かよね。こうした風潮を考えると、ラインメタル社としてはなかなかにまずい状況だということがわかる。自国で開発した最新戦車があるにもかかわらず、韓国に負けてしまうことは避けたかったはずだ。ポーランドだけじゃないですもんね。韓国戦車を採用したり、あるいはそこから自国の戦車を開発しようとか、
そんな状況の中、兵器産業、戦車市場にとって、やはりロシアとウクライナの戦争の影響はあまりにも大きい。信頼性を落としたロシア兵器は2022年いっぱいで一気に国外への輸出量が低下していることが知られているし、ウクライナで最も活躍した兵器の一つであるハイマースは、アメリカ軍だけではなく、ポーランドやオーストラリアでも大型契約に至っている。ロシアとウクライナの戦争によって、兵器に対する評価は一気に変わることになったわけだ。実際、今回の戦争を通じて、前評判以上に大きく評価を上げた兵器もあれば、逆に名前やスペックばかりが一人歩きしてたけど、一気に評価を落とした兵器もあるものね。不謹慎な言い方だけど、今回の戦争は現代兵器の絶好のお披露目の場にもなっているということかしら。まあ、命を左右する兵器だからこそ、正確で実践的な性能を知るべきなのは当然とも言えるだろう。だからこそ、ラインメタル社もこうした流れには乗りたいはずだ。もしドイツの最新戦車がウクライナを席巻し、ロシア軍の機構部隊を破壊しロシア軍を押し返すことに成功すれば、世界中でその活躍が大きく報道されることは明白だからな。ここで商売のために戦争を利用している、なんてうがった見方をする必要はないだろう。動機や目的がどうあれ、ロシア軍を追い出すことができ、ウクライナの平和が早く確保できるのであれば、これほどウクライナにとって望ましいことはないだろうからな。まあ、人道的平和的な声をただ耳にすることよりも、利益という目的がある上で兵器を与えてもらう方が助かるか。こう考えると、まだ未承認の戦車を今すぐにでも生産にこぎつけるべきという早急で強気に思える計画からは、多少強引でも最新戦車をウクライナで開発し、成果を出したいというラインメタル社の思惑が見えてくる。ただあと問題なのは、ドイツ政府がどう考えるかだな。残念だがラインメタル社とドイツ政府は、ウクライナへの兵器供与に関して足並みを揃えられていない。というよりも、ロシアとウクライナの戦争の中で、異なる思惑を持っているような動きが散見されているな。ドイツ政府はラインメタル社の早すぎる、そしてあまりに突拍子もない大胆な計画に OK を出すのだろうか。ラインメタル社が送り出した兵器に不具合があって、ドイツ政府が渋るみたいな話があったわね。今回先走ったラインメタル社の計画は、ただの一企業の暴走として片付けるには大ごとすぎるわよね。それにもしパンターの供与が決定して実際に運用されたら、その戦果とその後の影響も気になるところね。なので実際この計画が実行に移されるかどうかは、まだ可能性としては低い試みではあるようなんだが、ウクライナにしてもラインメタル社にしても、その細い糸を手繰り寄せて実現にこぎつけようという、そういう意図が読み取れるな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていくので、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。